西欧とロシアの間に位置し、激動のヨーロッパ史を生き抜いた芸術の国、オーストリア。オーストリアは歴史上世界で最も偉大な芸術家数人が生まれた地でもあり、華やかな帝都ウィーン、モーツァルトを生んだザルツブルク、美しい湖水地方などたくさんの魅力にあふれています。そこで今回はそんなオーストリアにあるおすすめの観光スポットをご紹介します。音楽の都としてヨーロッパの音楽史に大きな影響を与えたオーストリアの首都ウィーン。かつてはハプスブルク帝国の首都でもあり、市内には中世に築かれたものからバロック様式、ネオルネッサンス様式の壮麗な建築物が今でも多く並んでいます。モーツァルト、ヨハン・シュトラウスら多くの音楽家を育て、グリムトやシーレらの新しい芸術が花開いた場所でもあります。世界の湖畔で最も美しい街と称えられている湖水地帯ザルツカンマーグート地域の最奥にある町、ハルシュタット。ハルシュタット湖の湖畔に広がるこの小さな町とこの湖畔一帯は、その景観の美しさからザルツカンマーグート地方のハルシュタットとダッハシュタインの文化的景観として1997年にユネスコ世界遺産にも登録されています。映画サウンドオブミュージックの撮影で使われたことでも有名です。首都ウィーンから列車で約2時間半ほどの場所にあり、モーツァルトの生誕地であることで有名な町、ザルツブルク。ザルツブルクとは塩の町という意味で、ローマ人の統治時代、周辺の山から採れる岩塩をヨーロッパ各地へ輸出することで莫大な富を築き繁栄してきた町でもあります。毎年夏に開催されるザルツブルク音楽祭をはじめ、一年中オペラやコンサートなどの音楽イベントが開催されており、世界中からたくさんの観光客が訪れています。ハプスブルク王朝の歴代君主が主に夏の離宮として使用してきた、ウィーンで最多の観光客が訪れる宮殿、シェーンブルン宮殿。6歳のモーツァルトが御前演奏をした鏡の間、豪華な紫檀をふんだんに使った100万の間、東洋趣味を取り入れた漆の間など、贅を尽くした部屋は全1441室、そのうち45室が一般公開され、フランス革命で暖冬台の露と消えたマリー・アントワネットのサロンも見学することができます。ドイツに源を発し、約 2860km を流れ黒海へと注ぐドナウ川、その一部であるオーストリアの美しい渓谷、バッハウ渓谷。メルク・クレムス間約 35km の両岸にはブドウ畑が広がり、川岸に立つ修道院や古城、そして中世からの町々が織りなす景観が世界文化遺産に登録されています。オーストリアの首都ウィーンの南西にあるゼメリング峠を通る、ヨーロッパで最初に国際標準機関を採用した山岳鉄道、ゼメリング鉄道。東アルプスを走るゼメリング鉄道は
標高約1000メートルの峠を越えて、グログニツ駅とミルツ・ツーシュラーク駅を結ぶ山岳路線で、アルプスを越えた最初の鉄道として世界遺産に登録されています。オーストリアの首都ウィーンにあるゴシック様式の大聖堂、ステファン大聖堂。ステファン大聖堂はハプスブルク家の墓所であり、ザルツブルクが生んだ音楽の神童モーツァルトの結婚式が行われた場所でもあります。神堂の全長は約107メートル、高さ39メートルあり、神堂左側の説教壇は彫刻家ピルグラムによる16世紀の傑作と言われています。ウィーン歴史地区において音楽の都ウィーンを象徴する歌劇場、ウィーン国立歌劇場。パリやミラノと並ぶ世界三大オペラ劇場の一つで、通称オペラ座と呼ばれ、音楽を勉強する学生や地元の人、観光客で連日にぎわいを見せています。9月から6月の上演期間に60種以上のオペラやバレエ作品から300回以上の公演が行われています。ヨーロッパを席巻したオーストリアのハプスブルク家は各地に多くの宮殿を建築しましたが、その中でも世界最大級を誇る広さの王宮がホーフブルク王宮。13世紀から20世紀に至るまで増改築が繰り返された結果、旧王宮や新王宮、国立図書館、乗馬学校、礼拝堂に宝物館など18もの建物が複雑に入り組み、2500以上もの部屋がある複合建築物となっています。英雄プリンツ・オイゲンが夏の離宮として10年の歳月をかけて作った宮殿、ベルベデーレ宮殿。上宮と下宮の2つの建物からなり、それぞれに美術館があり、クリムトやシーレ、ココシカなどの作品は上宮美術館に展示されています。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いいたします。